しても困るから。いいね。どうこでびこっち。まずディズニーランド。基本的にも全部が雪でこうイメージアップされてる。あ、ここレンタルね。全部オートメーション化されてる。じゃあ見て、ロシーのグリップウォークです。ちゃんと、ね、グリップウォーク。すごいね。すごい。ペタルスキーです。今6ですね。6のパワーですね。ゴンドラの走ってる。ゴンドラ。ちゃんとフィスルールがありますね。今日はね、僕の姪っ子を連れてきたんですよ。直角行、直角行だけは得意。やば。なんかいろいろやば。ゴンドラ1本、リフト1本かかってる。スノーバーより寒い。トトビコーチいる。手振ってる。わーお、これはとんでもないスケールだわ。いや通常さ、室内ゲレンデって言ったらさ、この空間、この空の空間ってない方がいいに決まってるじゃん。増やすスペースだよね。が小さい方が経済的だから。だけどそんなのお構いなしにさ、こんなちょっとこれカメラじゃちょっと分かりづらいけど、相当でかいよこのスケール感。すげえ。これはすごい。ちゃんと屋根の上にも雪が。暮らしてあって、これはびっくりですね。中国半端ない。なんかこっちにも、こっちはこっちでちっちゃいゲレンデみたいなのがあるっすね。さあ実はね、今ねこの朝9時から10時までの間に、ホテルに併設されている宿泊者限定で、貸し切りの時間を作ってくれるんですよ。なので今ここで滑ってるのはほんと数人しかいないんだけど、最初の1時間は、宿泊者のみということで、めちゃめちゃ快適に滑れてる。で雪質もね結構締まってんだよね。ちゃんとちょっともっとなんかこう砂漠っぽいのかなと思ったけど、ちゃんと締まってるですね。それではちょっと1本行ってきましょう。開放値上げたけど大丈夫なのかっていう感じ。
楽しいんだけど、ちゃんと練習になるわ。結構思ったより、なんかここは結構こうやってサラサラしてて、モサモサしてるんだけど、ゲレンデはちゃんとパックされてるから、すごいいい練習になる。めいっこちゃん、急斜面にチャレンジ中。まだスキー何回かしかやったことないんじゃないかな。あ、そうなんとけずに降りて帰る。ひよちゃん何回ぐらいスキーしたことあるっけ？ひよちゃん結構あると思うんだけど。結構ある？列車が登山列車？あと乗りたい。あと乗りたい。あれお金かかる？お金かかるのかな？あれお金違うチケットなんですよ。あ、違うチケットだって。チケットなんだ。なるほど。昨日でもほらプール入ってじゃん。プールどうだった？え、プールめちゃくちゃ楽しかったよ。気にならないぐらい寒くない？ちょっと レストランと思って来たんだけどやってなくて。しかもこれ偽物かと思いきやバチバチ本物の氷。すごっ。だいぶ混んできましたね。今日土日だから多分これから混むんだと思います。だから早朝の1時間は結構貴重だったね。雪もすごい良かったし、めっちゃ混んできたな。混んできた。おお。So she is a Chinese a technical champion. She working roost?Yes. ちょっと一緒に滑っていこうと思います。これで帰るとしましょう。たまたまみきちゃんがみきちゃんと会ったんで一緒にちょっと滑りました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。偶然会えてよかった。ね。だいたい4時間ぐらい滑ってこれで一回ちょっと出ようかなと思います。上海スノーワールド、もうあの上に多分真夏だけだと思うけど屋外のプールがあったりするんですよね。でこれがなんか結構アナ雪をイメージした世界観らしいです。雪世界。
半端なくでかいですね。結構ロシニオールのお店が入ってますね。さっきのレンタルもそうだけど、ロシニオールが多いね。あの正面のこの教会みたいな建物の中にスターバックスが入ってる。ロシニオール、なんか可愛いね。あ、ちゃんとレーシングの板もある。今日僕が履いたのは多分ここでもなく、多分この辺りなんだろうな、スペック的には。